双子塚古墳は神奈川県秦野市下大月にある古墳。形状は前方公園墳。神奈川県指定史跡に指定され、出土品は秦野市指定重要文化財に指定されている。神奈川県南部、金目川佐賀の約所現代地先端部の相模平野を一望する地に築造された古墳で、秦野市域では唯一の前方公園墳である。 これまでに1970年2008年度に発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を北東方向に向ける。主体部の埋葬施設は公園部における片袖式の横穴式石室で南東方向に開口するが現在までに破壊を受けておりつまびらかでない。この石室からは前景の銀層系統台頭をはじめとして 多数の副葬品及び、末液などが検出されている。以上より、築造年代は、古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。古墳域は1983年に、神奈川県指定史跡に指定されたほか、出土品は2013年に、秦の市指定重要文化財に指定されている。なお周辺では、下大月欠条遺跡、広畑古墳群、岩井戸、欠の上、 横穴母群の分布も知られる。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。